ャンチャラン、チャララ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 ラン。はい、皆さんこんにちは。ハイテンション外人のハイガでございます。ということで、ハイテンションゲームニュースへようこそ。皆さん楽しみにしておりましたか？私も今回もね、いろいろゲームニュースがいっぱい出てきているんでね、皆様に私は気になっているというゲームニュースをお伝えしていきたいなと思っております。今回はね、ちょっといろいろ面白いというか、すごいなっていう情報がいっぱいあります。なので、早速行ってきましょう。まずはじめに、カプコンさんがまたではないですけども、訴えられております。で、今回もその、盗用疑惑でございますね。前回はその映画監督のあのモンスターのクリーチャーのデザインがバイオハザードビレッジに似てるっていうことでツイッターでまあクレームしたんですけれども、それが正式的に訴え裁判に発展してないと思うんですよね。確かね、あの間違ってたらすいません。でもなんですけれども、今回はもうガチで裁判に行って訴える系の情報でございます。どういうことかというと、バイオハザード4いや、デビルメイクライなどの、画像とか、その、サンプリングファイルが、明らかに、この、ジュリー・ジュラセックさんの、画集で、あった、まあ、画像とかとめちゃくちゃ似てる。この画像を使って、サンプリングして、そのテキスチャー作ってるようにしか見えないっていうことで、訴えが行われております。この問題の画集は、ジュリー・ジュラセックさんの、サーフェスまあ、表面っていう意味の、画集ですね。で、この画集にはもう1200枚もの写真があるんですけども、その写、さらに CD-ROM、もうついてくるんですよね。どういう風に利用していいかっていうと、まあ、インスピレーションとか、研究ですね。まあ、インスピレーションっていうと、あ、こういう素材風な、表面があるんだな。よし、そのまま使うんじゃなくて、その頭にそれを記録して、まあ、そのインスピレーションで、じゃあちょっとこういう風な自分のスタイルの壁を作っていこう。みたいな形で使用するのは OK だったんですけれども、今回、カプコンさんがどういう風に彼女の、画像を使ってたのかっていうと、そのまま、ある画像ファイルを、その画像ファイルをそのままもうトレスというか、もう丸々使ったんじゃねえかみたいな形で、訴えられてるわけですね。なので、インスピレーションとか、完全にもうそのまま使っちゃってる私の、画像みたいな形で、訴えられてます。で、さらに、今回、カプコンさんが結構前にハッキングされて、いろいろなファイルやら画像やら資料盗まれたじゃないですか。盗まれたいろいろ画像ファイルとかが、彼女、まあ、裏付ける証拠と彼女たちは言ってるんですよね。その画像ファイルと同じ、CD に入っている画像ファイルの名前と、いくつか同じファイル名が、その、まあ、盗まれたっていうか、カプコンさんから出てきた、その、盗まれたファイル名とかに、あったっていうのもあって、で、いろいろ画像とかも、どのように、自分の画像が使われたのかって、いろいろサンプルも提供されておりますね。例えば、これ、もう結構、重要なんですけど、バイオハザード4のロゴ !G079 っていう、まあ、画像ファイルで、ガラスがちょっと割れている、画像が、その画集にあるんですけども、その画像を丸々バイオハザード4の表面テキスチャーに使っている、本当にそのまんま使ってるように見えるんですよね。本当にペタンってつけたような形に見えちゃっているとか、他にも、アイテムとか壁、画集 ME009 っていう画像ファイルがあるんですけども、それと全く本当に酷似してるんじゃないかと言われるぐらいの、壁というかアイテムの画像が出てきておりまして、今画像を見せてると思いますけれども、なんで、これは、まだ、裁判が結果終わってないんですけれども、やっぱ撮ってるんかなってちょっと、外から見るとね、思いますけれども、まあ僕らは結局は、どうなのかっていうのは分からないので、もう本当に最終結果見るまで、僕らは、これだよっていうことはできないので、これは全部ジュリーさんのクレームであるっていうことは皆さん頭に入れてください。なのでね、でもまあ見て、画像を見ていくうちに、使ったのか、すごい似てるというか、めちゃくちゃ
酷似してるなっていうのはめちゃくちゃありますんで、これを今、12億円、12 million dollars、1200万ドルの、ダメージ食らったっていうことで、せめて、日本円で言うと12億円、13、14億円になるのかな。で、これら画像、もし使いたかったら別のライセンスフィーが必要だったんですけども、カプコンさん使ってなかったっていうこと、ライセンスフィー払ってないっていうことでのこのダメージですね。もうめちゃくちゃ、特にバイオ4なんてめちゃくちゃ人気のあれなんで、ロゴとかもいろんなところに使われてるから、そういう形になったんかなって思っております。今回こちらは、カプコン様側も、もし撮ってる撮ってないっていう話置いといて、まあ、状況的に考えると、絶対にこれを盗めとかいうわけではなく、多分、特にバイオ4の時だから、まだインターネットが結構、レアっていうか、その、まだまだ、レギュレーションがそこまで通ってない時に、多分、参考になる画像をいろいろ調べて、この画像いいなって思って、一デザイナーの人が撮って、その、これ参考しましたって言わずに、そのまま進めちゃって、こうなったっていうところがあると思います。これはもう完全に僕の予想なんですけども。なので、カプコン様も、その、わざと盗もうっていうわけではなく、とりあえず、参考をいろいろ探してたら、いい参考にぶち当たったんですけど、ちゃんとした手順で、特に多分、この画集の画像とか思わんかった可能性もあるかもしれないし、わかりません。が、まあ、この裁判がどういう結果になっていくのかなと。うん。一応、カプコン様も今こんな、これ訴えられてるっていうのはわかっておりますけれども、今、あっちで対処中っていう、声明も出しております。はい。で、次に、まあ、ちょっとハッキングつながり。で、EA さんがハッキングされました。EA といえば、FIFA シリーズとか、バトルフィールド、スターウォーズのバトルフロントなども全部 EA ですね。もう結構、大手ゲーム会社でございます。アメリカでいうめちゃくちゃ、もうビッグですわね。そこで 780GB ものの情報がハッキングされて盗まれましたということでございます。で、そこに入ってた情報がめちゃくちゃあって、デバッグツールなど、FIFA21のマッチメイキングサーバー、FIFA22 の API とか、フロストバイトソースコードとデバッグツール。フロストバイトっていうと、EA が使っているゲームエンジンですね。アンリアルエンジンとか、Unityとか、まあ、ゲーム開発の基礎ですね。基礎ツールですね。EA のゲームは大体フロストバイト使ってるんで、これが盗まれるっていうと、このソースコードを買った人とかが、まあ、買ったっていうか、ゲットした人は、簡単に裏ソース、まあ、裏コード全部わかるんで、簡単にハッキングとか、なんかいろいろな、ことができてしまうので、結構、大変ですね。で、他にも、いろいろな EA ゲームのフレームワークなど、Xbox Sony とか、Xbox PlayStation EA の、なんか、キーとか SDK とか API キーなども全部盗まれたらしいでございます。で、現在それをさらにオークションとかで28 million dollars、 だから、2800万ドル、だから28億円から30億円ぐらいで売っているらしいですが、まあ、EA 側は盗まれた情報は全然、私たちのビジネスに影響はありませんからって言っておりますので、プレイヤーデータも盗まれてませんっていうなども言うてるので、まあプレイヤーはみんな気をつけて大丈夫だよって言ってますけれども、まあその従業員とかのデータは盗まれたのかなかどうかっていうのはちょっと気になるところはあります。従業員、前回CD プロジェクトレッドさんがハッキングされた時は従業員の人たちもみんないろいろ情報盗まれてしまって、従業員のみんなもなんかその自分たちの情報を悪用されないようにいろいろ例えば銀行の口座を変えたりとか、そういうこともいろいろやんなきゃいけなかったらしいので、今回 EA の方はそういう風なインパクトがあったのかっていうところはちょっと気になるところではございます。大変ですね。はい、では次の情報いきましょう。これはね、ちょっとね、怖いニュースばっかりだったらちょっと面白いニュースをいきたいと思うんですけども、誰かがアモンガスありますよね、皆さん。アモンガス、アモンガスのクルーっていうねキャラいますよね。二足歩行のなんか可愛いなんかぬいぐるみみたいなやつら、それに似ているチキンナゲット、マックチキンナゲット、これだね、がなんとなぜかオークションに出されて、でそれが10万ドルで売れた。1000万円、10万ドルで売れました。これね、1100万円近くだね。今マクドナルドコラボしてて、その BTS のセットのチキンナゲットを注文することができるんですけども
それがあのクルーに似てるっていうことでオークションに出したら誰かが1000万円使ったっていうね。でまああのこれはなんてこったいとは思いましたけれども、まあこのようにパックつけて売ってるんですけど、なぜと正式的にねアモンガスのツイッターでもなんか反応はしておりましたけれども、これですね、あのなんで、まあじゃあちょっと面白い動画を作ろうっつって、まあそのナゲットの画像を使ってほらゲーム入れましたよみたいな感じの動画を作ったんですけれども、いやまあアモンガスの人たちも多分驚きでしょうね、嘘やみたいな、はい、で今度はちょっとツイッターつながりとゴッドウォー、プレイステーションのね、限定ゲームなんですけれども、それの続編がゴッドウォーラグナロクっていうのが今開発中だったんですけれども、延期になりました。でもまあ中止とかではなく延期になったんですけれども、で延期になったのは別にまあしょうがないね、このご時世でもございますし、ぶっちゃけ、時間かけてバグがないすごいいいゲームの方をリリースしてもらうた方が早くせかされてボロボロのゲーム出されるより全然100倍マシじゃありませんか。なんですけれども、ディレイ、まあ、延期しました。そしたらゴッド・オブ・ウォーの開発者メンバーにツイッターでもめちゃくちゃ誹謗中傷殺害予告がバンバン送られてくるようになりました。これだからなんでこれニュースで取り上げようと思ったかっていうと、これはねゲーム開発もそうなんですけども、だいたいねツイッターが本当にいろんな人たちに簡単にメッセージを送れるようになったこのご時世、こういう風に人にあのね自由に何でも喋っていいっていうのはいいと思うよ。なんで自分が何を話したいかどうぞ話してください。あの内輪とかでも、例えば俺あの女優嫌いなんだよね、内輪で話せ、わざわざその女優のツイッターに行ってあなた嫌いっていう意味ある？全くもって何の、あの例えば私はこれこれこれ今回よかったよでもこれこれこれみたいな形でクリティシズム、なんか批判ではないですけれども、ちょっとなんかレビューみたいな形でなぜというのを伝えるのはぶっちゃけいいかどうかわからんけども、でもただ単にお前嫌いだから死ねなんちゃらっていう形で、まあ誹謗中傷めちゃくちゃ未だにあります。何度も何度もネットフリックスでのね、あの本当にさ、あの女子プロレスラーの方がテラスハウスで亡くなってしまった状況があったじゃないですか。みんながツイッターやらなんやらでもみんな直でお前やればいい、でぶっちゃけ言うと結局テレビだしみんなキャラクターだと思ってるし、なんか直接言ってる気持ちにはならないんでしょうね。あのガチでそれ読んでるって思われてないんだろうね、だからそんな簡単に適当なこと書けるんでしょうね。でそれでなんか亡くなってしまった、精神病んでしまったっていうところもめちゃくちゃあるんで、本当にゲーム延期したぐらいで殺害予告送る人たちバカじゃねえのって思うぐらいのニュースだったんで、ちょっとあの取り上げさせてもらいましたけども、今回こちらまあいろいろな開発メンバーに、特にあの一番最近あの採用されたアラナさんにめちゃくちゃ送られてきたんですよね。あんたが採用されたから延期になったんだ言って、でもゴッド・ウォーのまあディレクターの人ですよね、コリー・バルログさんがおめえらやめろや言ってね、延期とかを決めるのは最終的には上の俺なんだよ言って、俺が延期するって決めたんだから、もし誹謗中傷をやるんだったら、もし送るんだったら俺に送れみたいな感じで、あのねもう上司の鏡、上司の鏡ですね。うちらの開発メンバー一番努力してくれている言って、俺たちの開発メンバーみんな努力してくれているから、お前らこういうの送るな言って、俺に送れ、もし送るんだったら。でもね俺は言う、僕は言います、誰にも送るんだ、あの延期されたことに関してがっかりするのはいいよ、がっかりするなとは言ってない、でも直接なんか言う理由、しかも例えばがっかりですけれども頑張ってくださいとか、がっかりしましたけれどもとか言うんだったらいいよ、おめえについて延期していたから死ねえみたいなの言うなと、死ねえ言って何になる、バカかお前、ただのサンドバッグ探してるだけでしょ、自分に人をサンドバッグにするな、そしたら本当のサンドバッグ買ってそれ殴ればええねん、わざわざ人に言う必要はないっていうことでね、今回こちらのね
ニュースを取らせていただきました。はい、ということで次に、そうだ、エルデンリングがねとうとう発表されましたね。サマーゲームフェスティバル、ゲームフェスティバルだね、があったんですよね。その E3 の前にいろんなゲームを発表しようみたいなイベントがあったんですよ。でそれは僕、見たんで、それ別で僕はどう思ったかっていう形の動画を作ろうかなと思っておりまして、この動画では全部言わないんですけども、ただエルデンリングだけ言わせて、フロムソフトウェア、ダークソウルなどのゲーム開発をしたフロムソフトウェアさんが、開発して、ストーリーとかはジョージ・ R.R. マーティン、ゲームオブスローンズなどの、本を書いている方と一緒に協力して作っているゲームということで、みんなすごい楽しみにしているゲームですね。これが2019年に初めて最初ちょこっと作ってるよって発表されて、それから情報がほとんどなかったんですよ。なので本当にこれが欲しが、この情報を欲しがっている人たちがもう大量にいて、アホみたいにいて、毎回だよ、毎回何かのイベントがあるたんびにとりあえずコメントでエルデンリング、エルデンリングの情報は、エルデンリング、もう本当にうっせーみたいな感じでね、あのコメントを残すやつがいつもいたのね、必ず。それがやっとでエルデンリングの情報が出てきたということで、あいつらもそろそろ黙るだろうと、うっせーよと思ってたから、まあ、エルデンリングが、来年の1月21日に、リリースされるということでね、すごい楽しみにしております。はい、ということで今回は、今回のニュースはこちらで、終了させていただいております。皆さんいかがでございましたでしょうか。今回はね結構いろいろニュースがあったなと思っております。で、まあ、ニュースといえば E3 がね明日の夜中からスタートすると思います。で実はその E3 は私公式、コーストリームパートナーに抜擢されました。どういうことかというと、数々のね E3、 まあいろいろな番組というか、このセグメントでユビソフトさんがいろいろなゲームを発表します、 Xbox がこちらで発表しますっていっぱいあるんですけれども、それらのユビソフトさんの6月13日、つまり日曜日の朝4時から5時の配信公式パートナーになったんで、コーストリーム、つまり、まあ、一緒に配信を見ながら一緒になんかワン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 大騒ぎしようぜっていう配信で、他にも、6月14日の夜中の1時から3時、 Xbox とベセスダなどの、情報番組を、コーストリームする。そして6月16日に、1時から、夜中の4時まで、だから3時間の任天堂などの、情報番組を、一緒にリアクション、一緒に配信を見ながら、で僕も配信を自分の配信にも乗っけてもいい、許可いただいてるので、一緒に配信しながらリアクションしていくという、番組を、僕もやることになりましたので、皆さんぜひぜひ、いろいろな新作発表などが出てくると思います。しかも任天堂が任天堂スイッチプロ本当に発表するのかどうかっていうのも気になるところでございますので、それもドキドキ期待しながら皆さん一緒に見ましょう。ということでね、皆さん今回はねちょっと長めのエピソードになったと思います。本当に申し訳ございません。どん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 動画をいろいろ出していきたいなと思っておりますんで、皆さん何卒よろしくお願いいたします。では皆さん、ハイテンション外人のハイガイでした。皆さんぜひ like、 subscribe、 everything please。 では皆さん、 I'll see you next video、 次の動画で会いましょう。アデュー。